身近な人が亡くなる時の心構え、やった方がいいことはありますかということなんですけれど、心構えなんですけどね、一般的にテレビなんかでいろいろとね、なんていうんですかね、霊能者みたいのが出てきてね、あなたの、身近な方が成仏してませんっていうね、ああいうストーリーって本当ごくごく最近作られたストーリーなんですよね。簡単に言うと、イギリスでスピリチュアリズムっていうのが流行りまして、明治時代ぐらいに日本に入ってきたんですよね。それが、一部マニアのものだったんですが、テレビで取り上げられるようになりましてね、あなたの知らない世界とかですね、義母愛子さんとか織田無道とかですね、最近では江原さんあたりが、そのあたりのストーリーを作ってですね、広がってきたわけですけれどもね。あと古いところでは本当にそんなに普及していたわけではないんですけれど、やっぱり陰陽師的なねもので、呪詛的なものを避けるみたいのは確かにあったんですけれど、ズバリ本音を言っちゃうとですね、亡くなった方本質は空想に帰っちゃいます。で、ただ霊能者さんが霊と呼んでる、あなたについてますよって言ってるあれはですね、簡単に言うと情報なんですよね。情報ってどういうことですかっていうと、日本では古来から目に見えない情報のことを霊っていう言い方をしてたんですよ。ですから生きてる時にですね、苦しんだり悲しんだりっていう、そういう生きてる人が出す情報っていうのが磁場に残ってるんですよね。で、霊能者って言われる人はその情報を読み取って、ああ霊だってやってるわけですけれど、本体は空想に帰っちゃってますんで、本人が苦しんでるわけじゃないです。生きてる時に苦しんでいる情報が残ってるっていうだけなので、それがあなたに憑依をして、例えばその人が苦しんでるからあなたの人生が悪くなるんですよねみたいのは完全にフィクションです。ただ、その苦しい思いっていうものに自分がチャンネルを合わせてしまうと、そういうものを拾ってですね、そういうものが自分の思考の中に湧いてきて、そして苦しみとして自分が味わうっていうことはあるので、対処の方法としてはね、あ、この人はふるさとに戻ったんだと、空想に戻って、いるんだなっていうのをまずご理解いただけるのと、あと心構えとしましてはね、そこにはもう、苦しみ悲しみっていうものは本質的にはないわけです。ですからそのあたりは安心してあげるっていうかな。で、僕はやはり例えば身近な方って、親兄弟が亡くなったとしますよね。で、そういう方の生前の望みって間違いなくですね、生きている子孫であるとかね、家族が幸せに生きてくれたらなって思って亡くなったはずなんですよ。つまりそれがその方の残った思いといいますかね、その情報にしても一番安心できるのは残された方が、幸せでいる、っていうこと、それは間違いないことなので、その亡くなった方に、あんまりね、情感を込めてね、なんで死んだんだとかやるのはちょっと問題ですけれど、その生きてる間に思い、自分自身を助けられた思い出であるとかね、よくしてくれたこととかに思いを馳せながらですね、自分自身今幸せに生きていくっていうのが最高の供養であると。あと、例えばそういう情念の、残像思念って言いますかね、生きてる間に苦しんだ思いっていうものが、そこにチャンネルがあってしまってですね、自分のマインドの中に自分の思考として入ってきたとします。これよくあることなんですけれど、例えばうちなんかは母親がね、自殺してますんで、そういう思いっていうのが
当初は結構入ってきたんですね、僕のマインドの中にね。だからなんか嫌なことがあると、ああなんか死にたくなっちゃうなっていうこと結構多かったんですけれど、まあ空を悟ってからはですね、それはまあ情報、一つの情報として自分のマインドの中に入ってきたんだなと、それを掴んで一体化することなくですね、空性に入っていたらそういう思いっていうのも浄化されてしまいますんで、それが本質的な先祖供養だと僕は思っております。ですからまず2つポイントありますけれど、本質は苦しんでないっていうこと、あと、亡くなった方にとってはやはり残された方の幸せっていうのは最高の、供養ですし、あるいはその残存思念をですね、自分の中で空性に返してあげるっていうことができたら、それが最高の先祖供養なので、それを、メインに考えられたらいいんじゃないでしょうかっていうのが私の見解です。ですから世に言う霊能者さんの言うことは信じない方がいいです。そのストーリーを信じてしまうと、それを証明するような、出来事を自分自身が想像してしまいますんでね。ですから大島も20代の頃は霊的階層のそういうストーリーを信じていたので、非常に霊現象多かったんですけれど、空を悟ってからは一切なくなりました。ですからもし、大島の言うことがね、なんか疑わしいなって思われるとしたならば、まあそのスピリチュアリズムの歴史をね、ちょっとご自分でも調べてみるといいかなと思います。本当に一般に普及してきたのはごくごく最近、我々がそれをなぜ知ってるかっていうと、まあ僕の世代だったら、あなたの知らない世界、義母愛子さん、織田無藤さんあたりの影響だと思ってください。はい。